ちは、ダイレクトサイエンス社長の広島です。今回は音符を読むのが苦手な方でもピアノが上手に弾けるようになる方法を紹介していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それではやっていきましょう。大人になってからピアノを始める時の大きな障害として、音符を読むのが苦手なんですけれども、ピアノって弾けるようになりますか、という、疑問があるんですね。で、よく音符を読めないとピアノが弾けないんじゃないかと思っている方が多いみたいなんですが、そんなことはありません。音符なんていうのは、このピアノの位置をがどこかというのが書いてあるだけなので、音符を読めなくてもピアノは弾けるようになるということを覚えてほしいんですね。で、それはどういうことかというと、まずピアノをですね、視覚的に捉えて、ここを押さえるとこのような音が出るんだという捉え方をする。ビジュアル的に捉えていこうということですね。これはどういうことかというと、多分小さい頃に猫を踏んじゃったというあの楽曲を弾いたことがある方が多いと思うんですが、実はこれ音符で見てみると結構ややこしいんですね。どのような感じになるかというと、このようにシャープが6つもついてる。音符を読むのが苦手な方からしてみれば、もうそれだけで、うわー、どこにシャープがついてるのかよくわからないみたいな気になると思うんですが、まずそういう方に関しては、音符から始めるのではなくて、手の形から始める。ということを、実は小さい頃にはやってるんですね。それは、このように、タラタンタッタンタラタッタンタラタタタタタタタというのは、もう手の形で、この、レのシャープ、ドのシャープ、そしてファのシャープ、これを左手で、で、和音で、このように、ラのシャープとファのシャープを押さえた。もう、形で、タラタタタタラタタタタラタタタタ。で、ここで、最後に、シとファに変わったぞ、というふうに覚えたと思うんですよ。で、これを応用して、いろんな楽曲を覚えてみよう。というわけなんですね。では実際の楽曲でやってみましょう。エリック・サティのジムのペティという、名曲がありますね。という楽曲なんですが、これをまず楽譜を、実際に見てみるとこのようになります。やはりこの平音記号で、これがどこなんだろうというのが、やはりまだ苦手な方にとっては音符から入ることが、億劫になると思います。そういう時にはこのようにやってみましょう。まず最初に左手でソの音を鳴らす。そして次に和音 C、レ、そしてファシャープ、そして次はレの音、そして和音でラ、ドシャープ、ファシャープ。これを4分の3拍子、ワルツなので1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、左ではずっとこれの繰り返し。ここで使えるのがコードの概念です。これをコードで捉えると G のメジャーセブンスになるんですね。 G メジャーセブンスっていうのはソ、シ、レ、ファシャープ。この G メジャーセブンスの音をまず一番下のルートを弾いてから、3番目の音、5番目の音、そしてメジャーセブンスの音を鳴らす。そうすることでルート3、5、メジャーセブンス、そして D のメジャーセブンス、これも D メジャーセブンスという構成音がレ、そしてファシャープ、ラ、そしてドのシャープになるんですね。まずルートを弾いて、次は5番目の音、
5番目、そしてメジャーセブンス、そしてサードというふうに捉えるんですね。そうすることによって G メジャーセブンス、そして D のメジャーセブンス、 G メジャーセブンス、そして D のメジャーセブンスというふうにもっと頭が楽になっていきます。で、次にメロディーが入っていくんですが、このメロディーの捉え方も、このメロディーを弾くときも音符を読むのが苦手な方はもう形から入っちゃえばいいです。ファのシャープ、そしてラ、ソ、そしてファシャープ、そしてドのシャープ、これをこのように入れていきます。左手がある状態ですね。と入ります。そして次の音はC、ドのシャープ、レ、そしてラ。という流れになります。まずは左手のみ。G のメジャーセブンス、D のメジャーセブンス。G のメジャーセブンス、そして D のメジャーセブンス。そして右手でメロディー。捉えていけば、楽譜音符を読んでなくても弾くことができます。このように形から入る、そしてもちろん耳を使うんですね。で、手の動きをこのように真似しておけば弾けるようになってきます。コードの概念もやはり覚えていくと、楽になります。せっかくですのでもう一曲やってみましょう。アリシア・キーズの If I Ain't Got You という名曲があるんですけど、こちらのイントロのパートをやってみますね。この楽曲も音符ではこのようになるんですけど、どこだろうどこだろうというふうに、なってしまわないように、まず形から入っていきましょう。最初のコード、C のメジャーセブンス。これは左手で C なので、ドですね。そして右手では、ソ、シ、そしてミ。このように押さえます。そして右手では3連符なので、タタ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 タと弾いていきます。そして次は B のマイナーセブン、左手が B なので C になって、右手はファのシャープ、そしてラ、そしてレ、これで、そして次は A のマイナーセブンス、左手がラ、そして右手はミソド、これを同じリズム、そして次は G のメジャーセブンス、左手がソ、そして右手はレ、ファシャープ、そしてシ、そして最後は G メジャーセブンス、 A マイナーセブン、Bm7 と順番に上がっていきます。そうすると、ゆっくりやると C のメジャーセブンス、 Bm7、 Am7、 G メジャーセブンス、 Am、 Bm、 というふうに弾けるようになっていきます。まとめてみると、ピアノを弾きたいという気持ちさえあれば音符を読めなくてもピアノはまず弾けるようになるよということです。で、その時は、指の形から入る、そしてさらにコードという概念を覚えることでもっと分かりやすくなっていくということです。
ですので音符を読めた方がよりピアノを楽しむことはできるんですが、音符を読むのが苦手だからといってピアノが楽しめないということはないということです。これからもたくさんの、動画を作っていって、この楽曲はこう弾けばいいんだなというふうに、もう猫踏んじゃったの原理で真似して弾くとあの音が出るという、感動を伝えられるようにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。